はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、すいません、だいぶ声が治ってきました。はい、いつも通りの声に聞こえるんじゃないかと思います。はい、まだちょっと咳とか出るんですけども、だいぶ治ってきました。ご心配おかけしました、申し訳ないです。本日紹介しますのは、はい、目の前にありますね、初ミク、ミクエキスポ2016の先行販売グッズの、レビューをしたいと思います。ですね、1回撮ったんですけど、なんかデータが壊れたらしくて、撮った画像とかね、動画とか全部おしゃかになっちゃったんで、もう一回、撮り直しますね。はい。ちょっと新鮮味がないんですけども、お付き合いいただければなと思います。さあ、早速レビューしていきましょう。はーい。わしあとみくチャンネル。はい、それでは早速 CD の方から見ていきましょう。まずはこちらですね、ミクエキスポ 2016EP の CD と、それからこちら、特典としてピンバッジがついてきました。はい、まずはピンバッジの方ですね。ピンバッジの方は金と黒という、なかなかかっこいいカラーリングですよね。金と黒、なんかこう大人びた感じというかね、はい、そんな感じがします。バッジなんで、裏にはこんな感じにね、ついてますね。簡単に取り外しができるタイプなので、帽子だとか服とかにつけるのがいいかなと思います。この形はあれですかね、ミクちゃんのネクタイ形かな、なんかそんな感じがしますね。はい、続いて CD の方ですね。 CD の方は開けると、はい、こんな感じですね。はい、なかなかいいんじゃないかと思います。うん、かっこいいですよね。で、隣が、これまでのミクエキスポの歴史ですね。はい、2014、2015、2016という感じね。で、アンドモアって書いてありますねまあ当然続くでしょう。で、中にはですね失礼しました。中にはですね、こちらの歌詞が入ってますね。まあこんな感じになりまして、ブルースターをはじめとしてね、歌詞があるんじゃないかなと思います。あれ、なんか2つに分かれたぞ。これはなんだ。一応歌詞がありまして、ブルースターとかですね。はいはい。で、収録曲がブルースターをはじめとして13曲までありますね。はい、11曲目のミクが気になるところです。はい、まだ聞いてないですねで、これはなんだ？なんか折りたたみ式の歌詞カードかな？あ、英語訳が書いてあるのか。あー、なるほど。へー。へー、いいですね。あ、裏目にも続きがあるみたいですね。あー、なるほどね。はいはい。これは外国人の方にとって嬉しいですね。はい。うんうん。で、CD の裏面はこんな感じですね。うん。いいんじゃないでしょうか。結構かっこいいですよね。はい。ミクエキスポもね、だいぶ近くなってきたので、楽しみですね。1回目が福岡で、2回目が、大阪で、3回目が名古屋、4回目が札幌で、5回目東京ですね。はい。ミクエキスポは僕初めて行くので、これまた楽しみですね。はい。じゃあ、続いてパスケースの方見ていきましょう。はーい。はい、続いてパスケースの方見ていきたいと思います。はい、パスケースはこんな感じですね。こちらが表面で、裏面がこんな感じですね。チケットを入れて、持ち歩くことができます。はい。首にかけることができるので、携帯性はなかなか高いですよね。首輪の部分ね、ちゃんとミクエキスポって書いてありますね。はい。これはいい。かっこいいですよね。僕はですね、ここに書いてある通りなんですけども、4月の9日と10日の東京に行きます。はい、1時のやつと、日曜日の最後のやつですね、もう行ってきます。はい。まあ、こんな感じにあるんですけども、こちらの他にですね、このバッジがついてきました。はい、これもピンバッジなんですけども、ミクちゃんが書いてありまして、書いてあるデザインされてまして、裏目がこんな感じのバッジですね。こちらも帽子だとか服とかにつけて、飾ることができると思います。はい。これは、ちっちゃいながらも可愛くていいですよね。はい。こういうコンパクトなバッジ、僕結構好きです。まあ、これがパスケースになります。はい。では最後、ペンライトの方を見ていきましょう。はい、こちらが、ペンライトになります。今回は、ミクエキスポって書いてありまして、で、福岡、大阪、名古屋、札幌、東京という感じでね、書いてあります。はい。で、こちらのライトをつけますとですね、あ、その前にまず部屋の電気つけないとですね、あ、消さないとですね。ミクちゃん、よろしく。はい、部屋をちょっと暗くしました。ライトが、ここのボタンを流しすることで出てきます。はい、こんな感じですね。おー、やっぱかっこいい。何回見てもかっこいいですね。ミクエキスポが、光って、文字が光ってですね、いい感じに光ります。やっぱこれかっこいいですね。で、ボタンを押すごとに、オレンジ、黄色、ピンク、
メイコ、ごめんなさい、赤、青ってなりますね。なんでメイコって言ったんだろう。まあ、こんな感じに、6色に光りまして、それぞれね、歌い手が来た時に、色をチェンジすることができます。はい。いいですよね、これ。うん。ちなみに去年の、マジカル未来2015のペンライトがこんな感じでした。はい。ライトつけますと、はい、こんな感じに光りますね。ライトの、光の強さはそうですね、2015のマジカル未来の方が強いですね。はい。こちらの方のライトは、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青という感じに光ります。はい。こっちの方が、光が強い。まあ、どっちもいい感じですよね。はい。会場には2本持っていこうかなと思います。はい。これでね、両方で持って応援できるんで。はい。楽しみですね。ちなみにですね、こちらのライト一回消しますね。みくちゃん、ちょっと電気つけて。はい。はい、こちらのライトの方ですね、こっち側を見るとですね、みくちゃんがいるんですね。はい、こんな感じ、見えますかね。みくちゃんが、プリントされてます。はい。ちなみに去年はですね、ここに、01と書いてありました。はい。で、ライトをつけると、はい、ここの文字も光ってね、なかなかかっこよかったんですけど、今回はどうやら文字は光んないみたいですね。そこの部分ちょっと残念ですが、そうですね、いろいろ種類があるのもいいのかなと思います。はい。はい、というわけで、ミクエキスポ2016先行販売グッズの方の紹介をさせていただきました。3種類とね、少ないんですけども、少なくてね、申し訳ないんですけども、ミクエキスポに行って、グッズもいっぱい買ってきますので、思い出話と一緒にね、語れたらいいなと思います。はい。その時は楽しみだね。ミクエキスポも近いんですけども、いろんなものがちょっと近くなってきますね。まず、あれですね、ネンドロイドのテトちゃんですね。テトちゃんがもうじき、僕の家に行きます。はい。それとあれですね、24日は初音ミクプロジェクト DVX の発売日ですね。発売日であって、さらに、初音ミクプロジェクト DVF の、リアルアクションヒーローズの方ですね、あれも発売日であって、さらにですね、お台場の方でミクさんのイベントがありますね。お台場のJポリスね、J ポリスの、方で、ミクさんのイベントがあるそうなので、そちらの方、顔出しで臨みたいなと思います。初めて顔出したので、ちょっとデコとかあるんですけども、そこのね、コラボの、グッズだとか、あと、そうですね、メニューなんかもあるそうなので、そちらの方もね、友達と一緒に、ちょっと、レビューしたいなと思います。はい。うん。まあ、お楽しみということで、楽しんでいただけたらなと思います。はい。それとですね、もう一つ、やらないって言ったんですけども、こちらの方のくじですね、くじの方も、実は5回回してきました。はい。やらないって言ったんですけど、いざ見るとね、やっぱ欲しくなっちゃったんで、5回分だけちょっとやらせてもらいました。結果は後ほど、お伝えしようかなと思います。はい。そちらの方の動画も、楽しみにしていただければなと思います。というわけで、ミクエキスポ2016先行販売グッズの方の紹介をさせていただきました。紹介したのはバシーとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとバシーからお願いがあります。はい。チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシーアトミクチャンネルをお願いします。はい。